薬や薬学とは薬物を専門とする学問である。医療をサポートする学問領域の医療薬学と薬の発見と製造に関する領域の医薬品科学に対別される。1940年代以前は前者は医学における一大分野であり、後者は有機化学の主たるテーマの一つであった。20世紀に入る有機化学、生物学及び 医学の著しい発展とともに薬を軸とする学問分野も展開し、1950年代になると、それらを統合した薬学を専攻する機関として薬学部が設置され、医学や科学などとの領域分担が明確になっていった。日本では大学で6年生の薬学科を修了すると薬剤師国家試験の受験資格が与えられる。がって、 薬剤師は必ず学士以上の学位を有する。しかし、薬学者には、博士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 や、博士などの博士以外の学位を持つ場合も見受けられる。薬学の基礎領域科学には次に挙げるものが、知られている。有機化学、物理化学、分析化学、放射化学、医薬品化学、天然物化学、生物、有機化学、小薬学,学、栄養学、農薬学、化薬学。 創薬学工業薬学、解剖学から組織学、生理学細胞生物学微生物学から、寄生中学分子生物学、免疫学マイナス性化学薬学の応用としての医学との学際的分野であるが、大きく二つに分けると、次のようになる。医薬の使用をテーマとした医療サポートに関連が深い、薬剤学、臨床薬学に関する学問分野として、 次に挙げるものが知られている。薬理学、物理、薬剤学、科学、薬剤学、生物、薬剤学、薬物、動態学から、調剤学、製剤学、医療薬剤学、病理学、内科学、外科学から、看護学から、予防医学、病態生理学、薬物治療学、医薬品、情報学、日本薬局法、薬物学、小薬学、漢方薬学、歯科薬理学、家畜薬理学、臨床科学、神経科学、 分体工学薬局薬学、病院薬学衛生上の知識に関連する学問分野として次に挙げるものが知られている。衛生科学、栄養科学、環境科学、疫学、公衆衛生学、高校衛生学、家畜衛生学、病態性科学、毒性学、生態学、社会薬学は薬が持つ社会的使命や価値に関する学問分野として次に挙げるものが知られている。薬と 社会薬をめぐる行動と、その関係及び相互作用薬害の社会学、社会薬学薬剤経済学薬進学、レギュラトリーサイエンス薬物乱用、ファーマシューティカルコミュニケーション日本薬局法、集裁医薬品は治療薬一覧に詳しい、ありがとうございます。